はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひろとです。はい、今日はね、このビデオカメラで、を使ってみて最初に一見感じたことについて動画を作らせていただこうと思います。はい、以前の動画で配信させていただきましたけれども、ハードオフのジャンクで、こんなにねピカピカの、本当にあのね、デザインも新しいですよね。で、コンパクトで非常に使いやすい、これ JVC のエブリオ、GZHM460 という、機種なんですけども、これジャンクで購入したんですね。で、実際にこのカメラを手に入れてから、私ね、このカメラずっとね、肌身離さずと言っていいほど、一緒に歩いてるんですよ。で、なぜ一緒に歩いてるかっていうと、ビデオカメラ面白いんですよ。面白いです。私ね、実はね、ビデオカメラ今何に使ってるかというと、私の、チャンネル、もう一つチャンネルも持っていて、ガチの、仕事用の YouTube チャンネルあるんですね。こちら、もしご興味あったらね、ぜひ覗いていただきたいんですけども、ライフプロデュースチャンネルというチャンネルをやっています。このチャンネルは専門的な知識とかね、習得するために、コンサル業をやっているチャンネルで、3年前一人フォトチャンネルと同じ時期に開設をしたんですけれども、途中から全く更新してなくて、今60本くらい配信してそのままになっていたんですね。で、せっかくね、200人以上登録していただいているので、何か配信をしようと思って考えたのが、私ちょうどね、還暦を迎えたということで、これから人生をどういうふうに楽しむかみたいなことを一生懸命考えてるんですけども、あ、そうだね、自分の私生活をもう全然関係なく、衝撃的とかね、ドラマチックとかじゃなくて、普通にどんな暮らしをしているのか、Vlog ですね、ビデオブログを書いてみよう、配信してみようと思って、ここ2週間ぐらいビデオブログを一生懸命作ってます。で、くだらないことなんですよ。草刈りしましたとかね、何々しました、そんな普通に何も特別なことじゃないんですけども、私と同じ年代の人たちの生態としてね、どういう、なんだろう、生き物なのかということを、赤裸々に動画にしてます。で、その時に、この、ハンディビデオカメラですよ。これめちゃめちゃ便利です。本当に便利です。何が便利かっていうと、iPhone とかって、やっぱりこういう風に構えたりしますよね。で、やっぱり構える時というのは、これやっぱりよく考えられてるんですね、ビデオカメラって。で、 GoPro なんかもこういう風に持ちますけれども、これももちろん使いやすいんですけれども、やっぱり昔からなぜビデオカメラがあるのかっていうことを、このカメラを持ってつくづく感じました。なので、今例えばどっか出かけるときにズボンのポケットに入れたりとかね、車にはもちろんこのカメラを積んで歩いてますけれども、よく映りますし、それから動画にしても YouTube 動画にしても非常に綺麗に映るんですね。ハイビジョン、フルハイビジョンなので、フルハイビジョンあればもう十分ですね、の動画を作成していますということで、これね、やっぱりもっとビデオカメラって、見直されてもいいと思うし、もっともっとね、使い方を私自身もね考えてね、いろんなところで、使っていこうと思います。今、撮影してるのは iPhone で撮影してますけれども、どうしてもiPhone だと、撮影してる時に電話が来たりとかね、どうしても不都合な時もありますし、それからやっぱりバッテリーの問題とかありますけど、ビデオカメラはね、結構そういった面では専用ですので、これはいいな、本当にいいなと思います。ちょっと欲を言えばね、これもう少し広角が効いたらいいなとかね、それからこれ一番廉価版のカメラということで、
マイク端子がないんですね。なんでマイク端子があったらいいなということで、今の実はね古いビデオカメラですね、1台メルカリで、メルカリじゃないな、ペイペイフリマですね、買いました。ソニーのね、UX7 だったかな。なんと DVD と、DVD のビデオカメラですね、を今購入をしました。 DVD と、なんだったっけ、なんとかデュオですねが使えるもので、アダプターも用意しましたので、それでまたちょっと撮ってみようかなと思います。 またビデオカメラにもねちょっとハマりそうな感じですね。なので、ちょっとまずいな。ちょっと前はね、コンデジを一生懸命、YouTube で作ってみましたけれども、コンデジの動画も、コンデジの動画ですごくね、面白いんですけれども、ちょっとしばらくね、ビデオカメラでね、YouTube 撮ってみようかなと思っています。で、今ご紹介したライフプロデュースチャンネルというのは、実はフィルムカメラはサブチャンネルなんですね。で、メインは、ライフプロデュースチャンネルです。ですので、もし私の動画をご覧になっている方で、まあ、私の生態みたいなものを、ご興味ある方はぜひね、ライフプロデュースチャンネルも覗いていただいて、チャンネル登録していただければと思います。最初の頃のそのチャンネルというのは結構ヘビーな内容なんですけれども、途中からは、本当のコンサル業の、チャンネルです。で、最近はもう Vlog ですね。全然仕事とは全く関係ないような動画を配信してますので、ぜひそちらの方も覗いていただければと思います。概要欄に、リンク貼っておきますので、はい、ご興味ありましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいですね、これね。ハンディビデオカメラですかね。これいいなと思って、またこっちにもね、ちょっと興味湧いてきちゃって。しかも最新のじゃなくてね、古くて、安くて、ジャンクで買えてみたいなビデオカメラ一生懸命また探してますけれども、ハードオフに行く楽しみもちょっと増えました。はい。ということで、マイブーム。ハンディビデオカメラについての、はい、チャンネル、今日は話題でした。これからも様々な動画を配信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録、並びにですね、高評価の方をお願いいたします。今だからのんびりフィルムカメラのシティホットでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。